今回、世の中から SNS いじめがなくなることを祈って、この動画を作りました。私は佐竹ゆり子、中学2年生です。行ってきます。行ってらっしゃい。おはよう。ねえ、あゆ、昨日の終わり社長の動画見た？見た見た。超面白かったよね。私も見たよ。うまい棒100万円分のやつね。この二人はあゆとあかね、親友です。私たちはいつも3人グループで過ごしていました。ただいま。おかえり。あんたの好きなチーズケーキあるよ。やったー。でも、ある日を境に学校生活は地獄に変わっていったんです。徐々に、しかし確実に。おいしい。幸せだ。よかった。 LINE？ グループ LINE だ。始まりはクラスのグループ LINE でした。ちょうどいいや、ケーキの写真送っちゃおう。投稿投稿っと。チーズケーキもぐもぐな。明日の持ち物なんだっけ？体操服と靴。忘れんなよ。忘れたやつ罰ゲームな。そんなのやだ。私も忘れ物心配だな。あかね、朝 LINE してあげる。ありがとう。あれ？いつも通りおのおのが思ったことを投稿してる。なのに、なんかおかしい。私の投稿がスルーされてる。気のせいかもだけど、グループ LINE で私だけ無視されてるような。でも違和感はリアルなクラス内でも少しずつ大きくなってきたのです。昨日の LINE めっちゃ笑った。男子ってよくあんなバカなこと思いつくよね。昨日はクラスのグループ LINE 誰も使ってなかったはず。ねえねえ、何の話してるの？教えてよ。内緒。そう、内緒内緒。話しかければ応じてくれる。でもなんかよそよそしい感じ。一体何？ゆり子、最近元気ないんじゃない？何でも思い過ごしだ。私が気にしすぎなんだ。ママに相談することでもない。そうよ、そうに決まってる。不安を振り払うため私は努めて明るく振る舞いました。ねえ、今日私あげみざわざわざわ。何それ、つらみ。でもそれが事態を余計悪化させてしまったのです。それはあかねとあゆと私3人のグループラインで起こりました。キンプリのプロモの話？私も見た。アプリゲロッパだった。意味不。自分でも意味不。帰宅った。おかえり。おえー、てか今日のクラスの空気ヤバタニエンだったよね。え、ここで話すの？はじめはいつも通りにたわいもないラインをしていただけだったのですが、急にアカネが切り出してきたのです。え、あのさ、ゆり子、いい加減バカなことばっか言うのやめてよ。え、急にどうしたの？いや、急じゃねえし、いつも変なことばっか言ってさ、私たちが喜んでるとでも思ってるわけ？毎日うぜえんだよね。マジそれ。本当はゆり子と話してるとこ、他の人に見られるのも嫌なんだよね。え、いつからそんなこと思ってたの？ずっとも何も、初対面の時からずっとだって。友達だからこのグループラインだってあるんじゃない？しつけえから付き合ってやっただけだよ。けどもう限界だから。友達だって笑わせんなよバーカ。ひどい。急に突きつけられた事実に私は呆然として涙がこぼれました。しかしラインが止まない。私に追い打ちをかけるように。おい、無視かよ。ゆり子、マジで聞きなよ。あんたがせめてもう少し可愛ければプリだって一緒に写っていいけどさ、正直ブサイクすぎて無理ゲー。勘違いで頭の悪いゆり子にいいこと教えてあげるよ。ゆり子は私たちの立場に立って考えなきゃダメだよ。どういうこと？やっぱ言わなきゃわかんないか。しょうがないよ、バカなんだから。バーカ。声だけでけえブスに友達面される私たちの気持ちがわかる？嬉しいと思う？思いません。そうでしょ、そんなやつの顔見たくもないよね。見たくもないです。そうだよね、私もそう思う。でもまだ足らないね。縁を切るくらいじゃ済まないよ。私たちはあんたと関わったせいで損してるんだ。ゆり子、あんたがこれから生き続けてどこかで鉢合わせするかもしれない私たちの不安がわかる？あんたはどうすべき？答えろよ。死ねばいいと思います。そうだよね。そうだよ、断っとくけど、私たちがあんたに死ねって言ったわけじゃないよ。全部自己責任だよ。あんたが自分で勝手に死ぬんだからね。そう、私たちに迷惑かけずに死んでね。はっ、どうしよう、どうしたらいいんだろう。気がつけば私は二人に死ぬことを約束していました。そして茜はグループラインにクラスメート全員を招待したんです。はい、報告。ブスのゆり子が死ぬことを決めました。マジ？お前のせいでクラスライン作り直したんだぜ。さっさと行けよ。嘘つくとかなしね。ちゃんと有言実行だよ。今それ言う？
ほんと、有言実行はちゃんとしてね。っていうか肝心のブス本人から返信がないけど。私はパパ、ママ、私はもう震える手で最後のラインを打ちました。ごめんなさい、怖いけど本当に頑張ります。ごめんなさい。SNS によるいじめ件数は増え続け、文部科学省は2017年の時点で17,83にも上っていると発表。特に小学生と中学生を中心に毎年被害件数が増え続けている。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人がバグってしまうような出来事を引き続き研究していきます。興味深いと思ったらチャンネル登録してくださいね。他の動画もぜひ。